はい、こんにちは、吉田です。今回もこの動画を見ていただいてですね、本当にありがとうございます。現在ですね、私は世界一のですね、大きいと言われているドバイモールに、今来ております。でこの動画を、撮影しておりますが、このですね、やっぱり世界一だけあってですね、非常にここにも世界一のタワーがあるんですが、はい、ブルジュハリファですね。はい、で今ですね、この僕このブルーオーシャンの色とですね、この建物すごい好きなんですね。自分はですね、こういうちょっと建物とかね、あの海とかプールとか水色とかですね、あの爽やか系な色が好きなんですね。こういうところにですね、自分だったら何をするかなと、何を作るかなと、次何をしたいかなとかってね、やっぱどん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 考えちゃうんです。今回この動画で大事なのは、あなただったらどんなことがワクワクするのか、そしてどのようなものが見た時にセルフイメージが上がったりとか、本当に集中力が高まったりアイデアが出たりとか、そういう環境ってどんなところでしょうか。自分自身をね、あの分析してみるというのも大事ですね。今回ですね、この動画ではあのお伝えしたいこと、もう自分自身を分析してみるんですね。自分の長所短所、もうどん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 ノートにね書き出して、見てほしいなと思います。はい、今日はですね、あの世界一のショッピングモールセンターって言われるところに、ドバイモールに来ているんですが、また、ブルジュハリファ、このタワーを見ながらですね、この動画を撮りつつ、好きな、今この後ろのですね建物を見つつ、この動画を撮ってます。はい、あなたにとって、ワクワクする時ってどんな時でしょうか。はい、また世界のどこかでですね、あなたとお会いできる日をお待ちしております。ぜひですね、 YouTube のチャンネル登録もしていただきたいと思いますので、ぜひ、こちらからですね、チャンネル登録していただきたいと思います。それではまた動画アップしていきます。